全国の食産品を審査し表彰する食のコンテストが開催されました。1000品を超える応募の中から選ばれたのは16品。一体どんなものが選出されたんでしょうか。全国各地の食産品を食のプロが発掘するコンテスト、フードアクション日本アワードが開催され、全国からえりすぐりの品が集まりました。審査員はアマゾンやイトーヨーカ堂など流通や販売の大手企業、さらに3作品でございます。おめでっぴーや。ファンバサダー芸人として小島よしおさんらが特別賞を選ぶなど、応募総数1019品の中から合計16品が選出されました。アマゾンジャパンが選んだのは、深いコクのある発酵食品浜納豆をオリーブオイルで閉じ込めた万能調味料、山屋醤油の発酵うまみオイル。期待以上でした。これは本当に、うまかったです。このステイホームの、環境の中で、このうまみオイルをですね、武器の一つとして手に入れれば、もうそのお料理合戦にも必ず勝てるんじゃないかなっていうぐらい、非常にこの時代、ぜひ皆さんに使っていただきたいなというふうに思いました。受賞した企業はリモートで表彰式に参加しました。今非常に素晴らしい、ありがたいお言葉をいただきまして、本当に、感無量でございます。イオンリテールはかまぼこをお菓子に加工した新港かまぼこのかまぼこチップスを選出。一口食べますと、かまぼこの食感から想像できない、サクサクとした感じと、白エビの風味が口の中で広がって、気がつけばあっという間に完食してしまう美味しさだというふうに思いました。第12回目となる今回は、コロナ禍によるステイホームで家で食べやすいものなども多く選出され、今後インターネットや電話注文で人気となりそうです。